スティーブ・アイザーマン、スティーブン・グレゴリー・アイザーマン、スティーブン・グレゴリー・イセマン、1965年5月9日体は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州、クランブルック出身の元プロアイスホッケー選手である。NHL の1986から1987シーズン、21歳で、デトロイト・レッド・ウィングスのキャプテンに就任する、2005年、現在で、 NHL チームのキャプテン歴は史上最長。デトロイトレッドウィングスでは1997年、1998年、および2002年と3度のスタンレーカップ優勝を経験している。ホッケー史上最高の選手の一人に数えられることが多い。2009年にはホッケーの伝道入りを果たした。 アイザーマンは1981年から1983年までジュニアのオル・オンタリオホッケーリーグ・ピーター・ボロ・ペッツでプレーを始めた。ペッツ、在籍2年目のシーズンには56ゲーム91ポイントの成績を挙げるが、これは将来 NHL で頭角を表すこととなる、選手の成績としては物足りないものであった。その原因は、ペッツにおいては攻撃陣を4ライン持ち。 それぞれのラインの出場時間を平均化したためとされる。1983年の NHL ドラフトにおいて、当時レッドウィングスの GM であったジム・デルバノは、当初は獲得の狙いをパッド・ラ・フォンテーヌ選手につけていた。ところが、ラ・フォンテーヌは、ニューヨーク・アイランダーズに第1巡目第3位指名を受けてしまう。そこで、直後の第4位で、レッドウィングスは、 アイザーマンを指名したこの偶然によってチームずっと恩恵を被り続けるのである。このドラフトが終わってみると、レッドウィングスはアイザーマンの身体、身長5フィート11インチ、約180センチメートル、体重185ポンド、約83.6キログラムが NHL の中でやっていくには小柄すぎるのではないかとの懸念を持った。そのため、 チームはもう一年ジュニアホッケーでプレーさせるべくアイザーマンをピーター・ボロッペッツに送る予定だったがレギュラーシーズン前のトレーニングキャンプで実力を認められ1983から1984シーズンに NHL デビューを果たした当時のトレーニングキャンプを振り返って現在レッドウィングズの GM であり当時マイナーリーグのゴールテンダーを務めていたケン・ホランドは 一回のセッションを見ただけで彼が素晴らしいホッケープレイヤーであることが分かったと話している。1983年のトレーニングキャンプにアイザーマンが登場した時を振り返って GM のデルバノはアイザーマンは芝叩く間にうちのベストプレイヤーになったと10回している。プロとしてのシーズン1年目1983から1984 シーズン、アイザーマンは39ゴール87ポイントを挙げ、新人王の投票では第2位となった。1986年、NHL 史上最年少でチームのキャプテンに就任した。1997年、アイザーマンはフィラデルフィアフライヤーズを4連勝のストレート勝ちで下し、デトロイトレッドウィングスを42年ぶりのスタンレーカップ優勝に導いた。 翌1998年も、レッドウィングスは、ワシントンキャピタルズに4連勝し、2年連続カップ優勝の偉業を達成した。アイザーマンは、カップを受け取ると、まず初めに、前年に、自動車事故で重傷を負ったディフェンスのウラジミール、コンスタンチノフに手渡した。2001から2002シーズン、アイザーマンは、治病の膝の怪我を悪化させ、 レギュラーシーズン30試合の欠場を余儀なくされた。しかし、もう一方の良い膝でプレーし、23ゲームで23ポイントを獲得して、プレーオフ最優秀選手賞は逃したものの、レッドウィングスに過去6年間で3度目のカップ優勝をもたらした。2002年のシーズンオフには、復活を騎士膝の手術を受けた。このため、アイザーマンはシーズン66試合に欠場するが、 2003年4月中旬にホームアリーナに登場しアシストを記録すると観客はスタンディングオベーションで彼を迎えた2004から2005シーズンの公式戦が2004年から2005年の NHL ロックアウトにより中止されるとアイザーマンの挙手も注目されたが2005年8月2日にレッドウィングスと1年間の契約を更新した2006年7月3日 41歳で現役引退を表明。レッドウィングス一筋で22年間を過ごし、リーグ最長記録となる19シーズンにわたって首相を務めた。引退後はレッドウィングスの副社長に就任した。2007年1月2日、背番号19がレッドウィングスの永久欠番になった。国際舞台においては2002年の ソルトレークシティオリンピックでカナダ男子ナショナルチームに参加し金メダルを獲得している。2010年のバンクーバーオリンピックではカナダ代表の強化責任者を務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。